ハロー YouTube ということでですね、今日もちょっと急遽動画を回しておりまして、お話があります。はい、今日からですね、2月に入りまして、プロ野球もキャンプインということで、野球の季節にもなりましたということで、盛り上がってまいりましたと。はい、ただですね、ちょっと僕砂田なんですけど、今ちょっととあるピンチを迎えております。はい、ピンチなんですよ実は。何がピンチなのかっていうとですね、住む場所を失うかもしれないというピンチに今陥っております。と言いますのも、僕が所属する山岸ロジスターズの野球部の寮に住んでるわけですけども、本当はね、去年の年内に引っ越しをする予定だったんですよ。はい、もう物件も決まってて、ここに引っ越ししますって決めてたんですよ。そしたらですね、その物件がですね、12月中旬には完成する予定だったんですよ。なので僕は年内に引っ越しを完了させる予定だったんですけど、その建物が完成していないと。まあいろいろすごい建築業界もいろいろ大変なみたいで、物が入らなかったりとか、まあいろいろあって工事がすごい先延ばしになってるということをですね、不動産の方から言われ、不動産会社の方から言われておりまして、でこれがもしかしたら3月とか4月まで伸びるかもしれないと言われましたと。で何が問題なのかっていうと、僕2月末には遅くとも量を大量するっていうふうにもう言っちゃってるんですよ。はい、で、引き延ばし、寮にいる期間を引き延ばしてもらおうっていうのもちょっともうできない状況になってる。なぜかというと、うちのロジスターズチームの新人が新しくまた寮に入ってくるわけなんですよ。だからちょっと出ることはもう決定しちゃってるんですよ、2月あと1ヶ月で。だけどもし2月以内に家ができな、新しく引っ越す予定の家ができなかったら家なくなるっていうね。まあなんとかなるとは思いますけどね。まあ今そのね、まあ最悪、まあホテル暮らしだったりとか、ホテルに泊まったりとか、まあ最悪満喫とか、まあいろいろ方法はありますから、まあなんとかなるとは思うんですけどね。ただちょっと僕の中でもいろいろ対策の方をしているというような、まあそんな状況でございます。はい、やばいよね。やばいっていうか、まあそうなったらそうなったで、また経験としてはね、いい経験ができるとは思うんですけど、はい、そんな感じでございます。ちょっとね、このことは皆さんに共有をしておこうかなと思って、急遽動画を撮らせてもらってます。多分ちょっと今回編集はせずにそのまま上げちゃうと思うんですけど、まあ、またねこの件に関しては進捗がありましたら、動画の方で共有をしたいなと思いますので、この先の砂田の行く末も一緒に楽しんでいただければなと思います。で、2月からね、僕ブログの方も始めました。はい、今1日1記事ですかねを書くっていうことをしてるので、だいたい毎朝7時に更新、新しい記事が更新されるので、概要欄の方にそのブログですね、至るブログっていう名前でのブログですね、このチャンネルは至る Vlog、 ブログは至るブログっていう形で、公開してますので、概要欄の方にブログの方も載っけておきますので、まあ、興味がある方はぜひそのブログも見ていただけると幸いです。はい、またね、動画とかは変わらず投稿していくので、なんか砂田が今ピンチだから動画投稿をお休みするとか、別にそういった報告ではないので、ただ今の僕の現状をお話をさせていただきました。はい、終わり。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。これ完全にパクリなんですね。パクリ。